はい、皆さんどうもつかちです。今回ですね、まあ、武器について、まあ、キャラごとに紹介していく、企画の、まあ、前後編終わって、まあ、プラスアルファということでやっていこうかなと思っております。はい、まあ、前回の動画、まあ、後編になるんですけれども、その時点で、まあ、プラスアルファで、あと4体分紹介すると言っていたんですけれども、もう今回はおまけにおまけして、まあ4体ではなく6体分話していこうかなと思っているというところで、よろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、最初にですね、まあ、4体もともと予定していたキャラとして、響き、水切りゼと、闇リゼ、あとは、雷カレンということで話していこうかなと思っていたんですけれども、もう今回ですね、まあ、おまけにおまけということなんで、水着白雪と、ね、闇レナについても話していこうかなというふうに思っております。はい、まあ、ということで、まあ、先にですね、最初から響き、話していこうかなと思うんですけれども、まあ、響き、まあ、これに関してもバージョン1からいるキャラというところなので、まあ、皆さんもうなんだろう、ある程度自分で武器持たせてるかなと思うんですけれども、まあ、初心者の方なんかは、響きの強さがよく分かってなかったりしている方も結構多いかなと思うというところなので、まあ、改めて説明させてもらうと、武器について、刀と大斧を持たせることができますということで、まあ、貫突して大斧というところですね。はい、まあ、何度も言っていますけれども、まあ、刀についてはまあ話すことがないというところなので、まあ、割愛させてもらいたいかなと思っております。で、大斧についてなんですけれども、まあ、響きについてはもう武器はもうこれ一択かなというところで、まあ、パンドラックスですね。はい、まあ、これしかないかなというふうに考えております。まあ、というのも響き自身が燃焼系のキャラでして、アンガーバーンからのバーンストライクプラスだったりボイドドレインという感じで攻撃していくキャラなんですけれども、やっぱり燃焼系の強みというのはハロウィン未来の時にも言ったんですけれども、アイアンハートについて強く動けるというところなので、まあ、あのパンドラックス持たせてアイアンハートのキャラを確実に倒していくっていうのが、まあ、あの強い動きになるんじゃないかなと思っております。でしかもですね、響きに関して言うと、まあ、バーンストライクの方の火力は申し分ないんですけれども、ボイドドレインの方がちょっと火力不足感が、まあ、2.5 倍なんで、あるというところなので、まあ、やっぱ武器スキルというのは確実に乗せていきたいというところでもありますので、まあ、パンドラックス装備させておけば、まあ、あのボイドドレインでも、まあ、熟練とかですかね、あの関係性はあるとは思うんですけれども、まあ、アイアンハートまで持っていけるほどの、キャラというところで、まあ、攻撃力ランキングでも話したんですけれども、響きに関しては、今の、環境において全キャラ中1位の攻撃力を持っているというところなので、まあ、なかなかの火力は期待できるかなというところですね。はい、あ、もちろん、アンガーバーンからのボイドドレインの話です。素の状態でボイドドレイン打ったところで、まあ、多分半分ぐらいしか削れないと思うんで、まあ、勘違いしないでもらいたいんですけれども、まあ、アンガーバーンからのボイドドレインで、まあ、あの武器スキルの効果含めて、であとはまあ熟練で、まあ、例えば雷とか結構振ったりとかして、まあ、雷アンタイスワンパンで倒しに行ったりとかっていう動きも期待したいところですよね。はい、まあ、というところで、響きになります。で、他の大斧に関しては、まあ、汎用系でいうとブラッドペインなんかも、まあ、使えなくはないというところですかね。はい、まあ、響きに関しては、まあ、あのどちらかというと先発で使いたいキャラではあるというところなので、まあ、後発で使えないわけではないんですけれども、まあ、あの響き自体のヘイトの高さと、まあ、やっぱちょっと耐久面脆いんで、アーマー持ちとはいえ脆いんで、やっぱり後発で使うというよりか先発で使いたいキャラというところなので、まあ、ブラッドペイン持たせたところで、まあ、最初のうちは火力発揮してくれないんで、やっぱり、うん、難しいところはあるかもしれないですね。はい、で、まあ、ルウィングに関してはそこまで悪くないというところかなと思ってます。はい、まあ、というのも、まあ、後発で、まあ、これも後発で使えばの話にはなるんですけれども、で、まあ、最近で言うと、やっぱ響きってほとんど先発で見るキャラではないので、皆さん後発で使ってるかなと思うんで、まあ、あの後発で使う場合ルウィング、もあり、まあ、そう考えるとブラッドペインもありっちゃありなんですけれども、まあ、やはりベストで言うとパンドラックスじゃないかなというところでございます。はい、まあ、こんなところですかね。でも確か燃焼系の大斧っていうのがなかったと思うんで、まあ、そこもさらに辛いところかなというふうに思います。はい、まあ、ということでお次のキャラ見ていきましょう。では水切り Z というところで、まあ、スリープ系についてですね、まあ、ちょっと話すことはないかもしれないとは言ってたんですが、
まあ、やっぱり、スリープについては話さなきゃいけないなと思ったので、まあ、今回は水着リゼットを、まあ、代表ってわけじゃないですけれども、まあ、話していこうかなと思います。もちろん、水ジャンヌと、花嫁カラリに関してもちょっと触れていこうと思いますのでよろしくお願いいたしますというところで、まず水着リゼットですね。まあ、そのままの状態でメイス、貫突させて、斧を持たせられるというところになってます。で、まあ、水着リゼットの強みっていうのはもうもちろんここですよね。フォーススリープというところで、まあ、このスキルがもう唯一無二のスキルでして、まあ、スリープの弱点になってしまうのが、一度起きた相手に対してはもうスリープかけられないんで、まあ、そのキャラに対してやっぱどうしても、まあ、強く動けないというところになるんですけれども、水着リゼットに関してはもうその例外ですよね。フォーススリープというスキルが、一度眠り状態になったキャラに対しても、まあ、眠り状態にすることができるというところなので、まあ、これはかなり強いスキルかなと思っております。で、あともう一点ですね、チェインスリープ、これもかなり強力なスキルというところで、まあ、この水着リゼットが睡眠状態の敵を攻撃した時に他のキャラを眠り状態にもすることができるというところなので、まあ、普通に強いキャラですよね。はい。まあ、というところで、睡眠パ、まあ、スリープ軸として、本当に外せないキャラというところなので、まあ、しっかり話していきたいかなというふうに思っております。はい。まあ、ということで、まあ、先ほども言ったんですが、武器に関してはメイスと斧というところなんですが、斧に関してですね、あ、てかまずメイスからでいいか。まあ、メイスから話していこうと思うんですけれども、まずはじめにメイスと斧をどちらを持たせるべきかという話になってくるかなと思うんですが、まあ、自分は、まあ、水着リゼットに関しては、まあ、火力よりかはサポート的な動きの方が、いいんじゃないかなとは思ってるというところなので、まあ、やっぱアイアンハート持ちということもあってやっぱヘイトも高いんで、まあ、できるだけ場持ちしてほしいっていうところを考えていくとメイス全然運用としてはありかなというところでございますね。はい。まあ、ただやはりなんだっけ、ドリームハンターモーニングドレイン持っていますので、まあ、もちろん火力技はあるというところなので、まあ、斧に関しても全然問題はないかなと思います。はい。で、まあ、斧に関してですが、まあ、まずメイスからでいいか。でメイスに関してはもうこの辺の汎用系ですかね。はい。確か睡眠にあるか、ヘラクレスの戦魂ですね。まあ、これも全然運用としてはありというところで、場に眠り状態の敵がいるときにダメージ減少ということで、で、まあ、水着リゼットを使う場合っていうのはもう他の睡眠キャラとも、全然合わせていくというところなので、まあ、普通に場に、まあ、眠り状態のキャラっていうのはいると思います。はい。ということなのでヘラクレスの戦魂全然ありというところで、まあ、汎用系かヘラクレスの戦魂を使っていくというところが、まあ、正しい運用になるんじゃないかというところですね。はい。で、お次、まあ、火力を求めていく場合になるんですが、斧ですね。まあ、自分持ってないんですけど、まあ、実は、まあ、多分、水ジャンヌかな。水ジャンヌのピックの時に、レビアタンっていう、斧が実装されてるんですけれども、それが眠り状態の敵に対して、まあ、火力が上がる武器になっております。はい。まあ、というところなので、まあ、睡眠においては、もう外せない武器になるかなと思うんですけれども、まあ、そもそもドリーム系のスキルって6倍ダメージ出るんで、まあ、なんか別に武器スキルそこまで乗せる必要はないかもしれないというところまであるんですよね、実際には。はい。まあ、というところなのでメイス運用もありっていうのと、まあ、斧に関しても、まあ、なんだろう、わざわざその眠り状態の敵に対して特攻にするよりかは、まあ、水着リゼットに関して言うとモーニングドレインですね。これに関しては3倍しかダメージが出ないんで、まあ、その3倍ダメージで武器スキル乗せて結構な火力出したいっていう風に思うんだったら、まあ、ヤオトゥル、ドベルガックス、装填の戦部、まあ、この辺の運用も全然ありかなと思っておりますね。はい。まあ、ということなんで、まあ、斧に関してもレビアタンプラスこの3本のうちのどれかという感じで、まあ、汎用系でも全然問題はないキャラだと思いますので、まあ、自分のパーティーと比べてみたりするのがいいんじゃないかなっていうところですね。はい。でも次、まあ、この場にはいないんですけれども、水ジャンヌについて軽く話していこうかなと思っております。で、水ジャンヌについても、まあ、水着リゼットと武器の構成ほぼ一緒で、無突というかそのままの状態で斧を貫突してメイスだったっけ、まあ、メイスか杖ですね。はい。まあ、ちょっとすいません、どっちか忘れちゃったんですけれども、まあ、そんな感じの、キャラになってます。
で、まあ、詳しく説明できないんですけれども、まあ、水ジャンヌに関しては多分メイスかな、多分メイスだ。水ジャンヌがあのブロッカーの役割をするんで多分メイスだと思います。てか調べればいいんだちょっと待ってくださいね図鑑水ジャンヌいた、はい、やっぱメイスですね、斧とメイス持たせられるというところで、まあ、これはですね、まあ、あのジャンヌ系統に関しての永遠の課題かなと思うんですけれども、ミカエラを生かしたいかジャンヌを生かしたいかというところで武器が変わってくるキャラになるかなと思いますね、はい。でも特に、ミカエラのナイトメアハンターですね、これかなり強力でして、これでか、相手なんていうんですか、こっちのキャラやられていくの結構見たことあるというところなんで、まあ、これを生かしたいというところですね。でナイトメアハンターに関しては、まあ、対象が眠りから覚めることがないというところで、まあ、ここで確実に相手を削りに行きたいっていうところはありますよね。で特にこのナイトメア系のキャラで優位に動けるのが、アイアンハートプラス持ちのキャラについてなんですけれども、まあ、あの攻撃されたところで起きることがないんで、例えば未亡霊に、ナイトメアハンター打ってアイアンハートプラス入った時に、まあ、未亡霊がそのまま眠ってる時ですね、フリップスタン使えずにアイアンハートプラスの効果が切れて、その後倒すことができるという動きもできるというところなので、このミカエラに関しては多分レビアタン持たせた方がいいぐらいまであるかなとは思いますね、はい。まあというところで、まあ、ミカエラかなり強いですよね、水ジャンヌに関して言うとはい、というところで、こちらの水ジャンヌを生かしていくパターンというところで、ツインブロック持ってるというところで、まあ、やっぱメイス持たせたいですよね、はい。ではメイスに関してはやっぱ汎用系か先ほどのヘラクレスの戦魂になるかなというふうに思います。では水ジャンヌ、さらに言うともう一つちょっと問題点がありまして、まあ、多少ヘイトが高いというところで、このエンジェルスリープを使えないまま相手から倒されるということもありますので、まあ、なるべくメイス持たせてワンパンで落とされないようにするっていうのも動きとしては大事になってくるかもしれないというところでございますね、はい。まあというところなんで、まあ、ただですね、まあ、編成的に何だろう、その、まあ、がっつりスリープで固めて、相手の攻撃が飛んでこないように水ジャンヌを使うっていう編成でしたら、もうそれはもうミカエラをメインで考えてもいいかもしれないというところなので、まあ、やはり編成的に、まあ、水ジャンヌが何もされずに落とされることが多いんだったらもうメイスで守りに行くっていうところですし、まあ、結構エンジェルスリープ使う機会多いなっていうふうに考えるんだったら、まあ、ミカエラのために斧持たせて攻撃特攻、攻撃にメイン、攻撃にしっかりと、回ってほしいっていう考えでも全然いいかなというふうに思いますね、はい。まあということで、ここつながりで花嫁カレンについてもちょっと話していきましょう。でどこにいるんだろういた、で花嫁カレンですね、まあ、光属性のカレンということで、まあ、こちらも睡眠系のキャラになっておりますと。でそのままの状態で槍貫突して体験というところで、まあ、花嫁カレンですね、スキル構成見ていくと、まあ、結構火力によっているキャラかなというところでございます。まあ、もちろんスリープスワップ、このスキルに関しては結構強力なところなので、まあこのスキルを使ってほしいところもありますかね、はい。でまあ、槍と体験どちらがいいのかっていう話になるんですけれども、まあ、自分はどっちでもメリットはあるかなというふうに思っております。でまず槍についてなんですけれども、まあ、このスリープスワップというスキルがですね、まあ、1回相手にダメージ与えなきゃいけないんですよね、はい。まあ、ダメージ与えるというか、他のアクティブスキルを使用しないと、まあ、使えるようにならないというところになってくるんですけれども、まあ、槍持たせることで、まあ、1回アクティブスキル使った後、まあ、アーマーブローだったら 80TU、ナイトメアサシンだったら 104TU、 ブロックビーターだったら 80TU という感じで、まあ、TU の短縮をしてスリープスワップをしやすくするという動き、もできますね、はい。で槍については、怪人の槍かなり相性いいかなというところで、まあ、実はパッシブスキルスウィフトエンターということで、光から盤に出た
控えから盤に出た瞬間に、カレンのターンになるというところなので、まあ要はあの控えで運用した場合、あの後発で運用した場合に関してはもう確定で HP 満タンで動くようなもんなんで、まあ、怪人の槍の効果が確定で発動しますよね。はい。で、そうなった時にスリープスワップにつなげていきやすいというところで、まあ相性いいんじゃないかなというところですね。で、逆に言うと、リュミエルランスなんかはスリープスワップで自分で勝手に控えに下がっちゃうキャラなんで、まあ、相性は良くないかなというところで、槍持たせるんだったら怪人の槍一択かなというところかなと思ってます。で、確か睡眠の槍ってあったかどうかわからないんですけれども、多分怪人の槍以上に相性のいい槍はないかなっていうところですかね。はい。で、まあ体験に関して、ですけれども、まあここは汎用系の体験でいいんじゃないかなと思いますかね。はい。まあただエクスカリバーは先ほどのリュミエルランスと同じ理由で、まあスリープスアップで勝手に控え戻っちゃうんで、まあ使わない方がいいですかね。まあなんでロアプライド。でもファーストライトに関しても、まあ、スリープスワップで控えのメンバーを要は増やしちゃうところなんで、発動しにくいところ、発動しにくい可能性もあるというところですね。はい。でもそれ含めて言うと、テルマガントに関しても、まあ、キルついたところでスリープスワップで勝手に控え戻っちゃうかもしれないんで、まあ、やっぱり体験だったらロアプライド一択なのかもしれないですね。まあ、確か睡眠系の体験ってなかった気がするんで、うん、確かなかったと思うんですよね。まあ、今後実装されれば相性のいい体験になるかなとは思うんですけれども、確かなかったと思うんですよね。はい。まあ、あったらそっちの方が相性いいかなと思います。もし剣だったらリスキーローズなんかは全然相性のいいところだったんですけれども、まあ、多分ないと思いますね。はい。記憶違いじゃなければですけど。はい。ということで、まあ、花嫁カレン、水ジャンヌ、水着カレンということで、まあ、今のスリープ、の、最前線に立っているキャラたちということで軽く紹介させてもらいました。まあ、ただこれに関しては自分は全く使わないキャラたちなので、ちょっと変なこと言ってる可能性もあるというところで、まあ、最終的には自分で判断してもらうというのが、一番かなと思ってます。はい、ちょっと投げちゃった形になるんですけれど申し訳ないですね。はい。ということでお次、闇リゼですね。はい。まあ、これに関しても、まあ、あまり話すことはないかなというところで、まあ、ドクパのまあ今はもう主役を張れるかどうかはわからないところですけれども、まあまだまだ使えなくはないキャラですよね。はい、バージョン1から、頑張ってくれてるキャラでございます。で、そのままの状態で剣、貫突させて杖というところなんですけれども、まあ闇リゼに関してはもう剣一択でいいかなと思います。はい。というのも、杖持たせるメリットもあるっちゃあるんですけれども、メイン火力ポイズンドレインというところで、これが4倍ダメージしか出ないんですよね。はい。まあ5倍ダメージが当たり前になってきている今の環境で、まあ、やはりそのメイン火力が4倍っていうところだと、もう少しでも武器で火力を上げていきたいっていうところになるかなと思います。まあ、ただ攻撃力自体はまあ確かトップ3に入らないか、4位ですね。確か4位の攻撃力の高さを持っているというところなので、まあバカにできない火力は出るかなというところでございます。はい。で、まあ、剣に関してですが、まあ、剣と、まあ、杖も一緒に見ていきましょう。そしたら、まあ、一番相性いいのは輪廻の解放者かなと思うんですけれども、まあ、先ほども言ったんですけれども、まあ、ちょっと火力不足になりがちなんですよね。まあ、輪廻の解放者、もう武器スキルで見るともう本当に相性がいいところなんですけれども、攻撃力の、まあ、増加が 15% しかなくて、まあ、通常の剣だと 25% 増加なんですけれども、まあ、これだとちょっと相手を倒しきれない可能性があるというところなので、まあ、やはり他の剣に、他の剣の方がいいんじゃないかなとは思いますね。はい。で、まあ、そうなってくると何を使うんだっていう話になってくるんですけど、まあ、ホエルブレスじゃないかなと思います。はい。まあ、どれだけホエルブレスって育てなきゃいけないんだよっていう展開になっちゃうと思うんで、まあもう輪廻の解放者でも全然いいところだと思いますけどね。はい。まあ、自分はもう輪廻の解放者持たせてますけど、まあ、ちょっと火力不足になりそうなんですよね本当に。はい。まあ、なんでやっぱベストはホエルブレスだと思ってます。
で他の武器についてですけれども、デザートダンサーですね、闇リゼに関してはポイズンスキン持ってるんですけれども、まあ、そこまでヘイトが低いというわけではないので、下手したら250っていう立つ前にお亡くなりになってしまうんで、あんまり採用できません。でルーンブレードに関しても、まあ、闇リゼ、まあ、防御力に関してはほぼほぼ皆無なんで、まあ、ほとんどがワンパンで沈められるようなキャラかなと思いますので、まあ、HP 50% の状態っていうのは、まあ、なかなかキープできないんじゃないかなと思いますね。まあ、ポイズンドレイン打っちゃうだけで HP 50% 回復しちゃうんで、まあ、それ以降上げることもできないかもしれないっていうところで、まあ、厳しいところですね。はい。でまあ、杖についても一応話していこうと思うんですけれども、まあ、杖に関しては、まあ、そもそもの火力不足問題もあるんですが、相性のいい杖自体があんまないんですよね。はい。多分これぐらいだと思います。ガイアの灯火ということで、これが毒パで使う、まあ、杖になるんですけれども、まあ、の闇リゼ自体は、スキルすべてが、まあ、100TU と 50TU、100TU というところなんで、かなり、ま、小回り効くキャラというところで、まあ、杖でさらに回転率を上げていくっていうのも悪くないところなんですけれども、まあとはいえですよね。はい。まあ、乱歩 40TU で打てたりとか結構強かったりもするんですけどね。はい。やっぱり火力キャラだと思いますので、剣の運用の方がいいかなというところでございます。はい。まあ、ということでお次、雷カレンについて話していこうと思うんですが、まあ、雷カレンも、自分は育成して、使う運用ではなくて、育成を抑えてメガエリクサーリベンジを、使っているというところなので、もう普段本当に武器を持たせていないキャラなんですよね、自分の場合は。まあ、ただ、貫突200レベルの雷カレンが弱いかと言われると全然そんなことはなくて、めちゃくちゃ強いキャラでもあります。はい。まあ、ということで、まあ、土霊みたいな両極端なキャラになるんじゃないかというところですよね。はい。まあ、というところで、そのままの状態で剣、貫突させると杖を装備させることができるというところで、で雷カレンに関しては、まあ、サポート寄りかなと思います。まあ、ただタイムアサシンの火力もかなり、期待はできるというところで、まあ、なんか本当水着カレンと似たような感じかなとは思いますね。はい。まあ、なんで剣でも、まあ、杖でもいいかなとは思ってますね。はい。でまず剣を持たせるメリットとしては、まあ、単純にタイムアサシンの火力が、出るというところで、まあ、ダメージ減少効果無視するというところなので、まあ、アーマー関係なく、でさらに5倍と6倍というところなので、まあ、確実に相手を倒しに行くような動きがしやすくなるんじゃないかなと思いますね。はい。で杖持たせるメリットに関してなんですけれども、これはもう単純にあの回転率が速くなるっていうのと、このタイムアサシンの発動条件が 130TU 以上離れていないと火力が出ないというところなんですけれども、まあ、ちょっとスキル見てもらいたいんですけれども、スタンボルト 100TU 必要で、相手 200TU スタンするというところなので、まあ、あの 100TU 分しか差がないというところなので、このスタンボルトを使うときに、対象の TU が30以上離れていないと、その次のキャラに対してタイムアサシンというのが使えないんですよね。はい。まあ、そういう実はデメリットがあったりします。で、ブラッドスタンに関しても同様で、150TU スタンさせるんですけれども、70TU 使うというところなので、その差 80TU ですよね。はい。ということは、もうあのスタンさせる対象が 50TU 離れていないと、タイムアサシンでの火力は出せませんっていうところになってしまうので、まあ、ここで杖を持たせることによって、スタンボルトに関しては 80TU、 ブラッドスタンに関しては 56TU で使えることができるというところなので、まあ、よりタイムアサシンで火力を出しやすいっていう、あのそのなんだろうその使い方になるんじゃないかというところですね。はい。まあ、ということなんで、まあ、自分は剣でも杖でもどちらでもいいかなとは思ってます。はい。でここからが難しいところなんですけれども、まあ、剣はあの汎用系でいいかなと思います。まあ、ただヘイトめちゃくちゃ高いキャラなんで、デザートダンサーはおすすめできません。ルーンブレードに関しても、まあ、耐久面に関してはほぼ皆無だと思ってもらっていいので、まあおすすめできないですかね。はい。アイアンハートとか持ってれば、まあ、あの使えないことはないかもしれないんですけれども、まあ、持ってもないしアーマーもないんで、
まあ、簡単に倒されやすいところはあるかもしれないというところで、まあ、やっぱ使うんだったらホイールブレスというところかなと思います。であともう一つはロストネームですね。はい、これも相性抜群だと思いますね。T が100以上の敵が2体以上いるときに、攻撃力アップとスキル TU 減少がつくというところなので、まあ、先ほどのスタンボルト打った後の、その次の、雷カレンのコードはロストネームの場合は、まあ、武器スキル確定で発動しますしね。はい、まあ、ロストネームかなり相性のいい武器かなと思います。はい、で杖に関してですけれども、杖は何がいいかなというところで、まあ、多分ほとんどの人が杖使うんだったらホロロジア使ってるんじゃないかというところで、まあ、TU が100以上の敵が2体以上いるときにスキル TU 減少ということなんで、まあ、先ほども言ったんですけれども、スタンボルト打った後は、ホロロジア、武器スキルが確定で発動しますね。はい、ちなみにホロロジア自分貫突できてないっすね。まあ、これ雷ロロティアのピック武器なんですけれども、確か雷ロロティア結構な引きの良さだったんで、確か武器貫突する前にキャラ貫突したような気がするんですよね。はい、まあそんなところで、あと1本足りてないです。まあ杖ほとんど使うことがないんで、まあそこは全然気にしてないんですけどね。はい、まあということで、まあ雷カレンに関しても、まあ自分はその育てて使うということは、まあ、このキャラの状態を見てもらった通り一度もしたことはないので、まあ、詳しいことは言えないですけれども、多分みんなこんな感じの編成というか、まあ、使い方してるんじゃないかなと思っております。はい、ということでお次、まあ、ここから、最近実装されたキャラということで話していきたいと思うんですが、まず水着白雪ですね。はい、ここに関してはもうめちゃくちゃ強いです。もう自分はそう思ってます。はい、まあ、武器に関して刀と体験ということで、いつも通り、刀を無視させてもらいたいかなと思います。で、まあ、体験に関してですけれど もうここまで来ると皆さんある程度予想つくかなと思うんですが、汎用系です。はい、汎用系の武器でいいと思いますね。まあ、というのもステルス系とスリープ系の、キャラというところで、まあ、ステルスドライブ5倍ダメージ、フローズンドリブ6倍ダメージというところですね。はい、非常に火力としても頼りになるキャラというところで。で、まあ、武器ですね。まあ、スリープ系に対しての体験っていうのが、まあ、先ほども言ったんですけれども、多分ないというところなので、まあ、やはりロアプライドだったり、で、エクスカリバーはちょっと、まあ、マッタをかけた方がいいかもしれないというところで、まあ、相手に雷エレミナーいる時っていうのはもう簡単に倒されちゃうキャラなんで、まあ、エクスカリバーはちょっともしかしたらやめた方がいいかもしれないっていうところですかね。はい、でテルマガントに関しては相性いいかなと思ってます。でまあ白雪姫実はパッシブスキルでデッドリスリープ持ってるというところで、まあ、相手を倒すことでメリットのあるスキルを持ってるというところなので、まあ、なんかインポスター結構攻撃するかもなとかって思ってたんですけど、実はインポスターあんまり攻撃するようなキャラじゃないんですよね。はい、あれどうだっけ、多分インポスターに関しては攻撃しないと思います。まあなんだっけ、一番最初、水着白雪実装されてパーティー試した時にこのデッドリスリープ生かそうと思って、水着カレンと組み合わせていたんですけれども、まあデッドリスリープの対象が結構インポスターになっちゃうということで、その組み合わせやめたんですよね一回。まあ、今レナと闇レナと一緒に組み合わせてるんで、結局そのインポスターの対象、インポスターがデッドリスリープの対象になっちゃうっていうことも、まあ、たまに見たりするんですけれども、まあ、自分から倒しに行くっていうことはないんですよね。はい、まあ、なんでその場合によってはタイルマガントも発動条件を満たせずに、くすぶっちゃう可能性はあるというところで、まあ、そこを考えていくと、まあ、ロアプライドと、まあ、ファーストライトがやっぱいいんじゃないかなとは思いますね。はい、まあというところで、まあ、やっぱりその一番使いやすい武器ってなるとロアプライドかなと思います。はい、まあ、なんやかんやもう体験といえばロアプライドっていうぐらいのイメージでいいんじゃないでしょうかね。まあ、自分も3本鍛えてるぐらいなんでもうそれぐらい、まあ、体験といえばもうロアプライドっていう感じになっちゃってますかね。はい、まあ、ということで、最後、闇レナですね見ていきましょう。
では、闇レナに関しては多分ガチャ動画の時に軽く武器についても触れたかなとは思うんですけれども、そのままの状態で王の、貫突させることでハンマーということで、まあこれは使用用途によってで、まあ、ハンマーでも全然いいかもしれないというところですね。まあ、ただ基本的には火力キャラということなんで、王の持たせて火力を発揮してもらいたいというところでございます。はい。で、まあハンマー持たせるその意味というかメリットとしては、ヴァンパイアマーチが使えるようになった時のヘイトがやっぱ高いんで、でさらにヴァンパイアマーチって結構使ってほしいスキルになるんで、まあ、ハンマーでなるべくダメージを抑えたいっていうところかなとは思います。でハンマー使うとしても、まあ、汎用系のハンマーぐらいしか、汎用系のハンマーだと思いますね。はい。まあ、あの状態異常系は一応そのエンタースキルで20倍ポイズンとか使えるっちゃ使えるんですけれども、まああのアクティブスキルで毒にするスキルっていうのを持ってないので、やっぱり汎用系のハンマーの方がいいんじゃないかなと思います。まあ特にこのどっちかですかね。はい。まあオルトリックスに関してもまあ使えないわけじゃないんですけれども、まあ、ヴァンパイアマーチを連続で使うっていう風になった時にどうしてもモリー召喚しちゃうキャラなんで、まあ、オルトリクスは発動条件満たしにくいかもしれないですね。はい。でシャルルに関しては、まあ、一発で落とされることを嫌うというか一発は耐えてほしいっていう考えのもとだったら全然ありというところですかね。はい。まあ、ちょっとハンマーに関してもまあ難しいかなと思うんですけれども、まあ、クリスタルハンマー、そう考えるといいのか。クリスタルハンマーがここに来て、まあ大抜擢っていう可能性は全然あるキャラですね。はい。まあ多分クリスタルハンマー育てる人はいないんじゃないかなっていうところですけれども、まあついに、相性のいいキャラは実装されたというところかなと思います。はい。で、大野について見ていこうと思うんですけれども、まああの、一応ポイズン、先ほども言ったんですけれども、エンタースキルで20倍ポイズン出せるんで、まあ、この毒特攻のものでも全然いいかもしれないですけれども、やはり汎用が一番いいかなと思います。まあ、特に序盤で使ってる場合、まあ、あとなんか結構相性いいような気がしますよね。はい。まあ、結構ブロッカーに対して、ブラッドヴァンパイアを何発も撃ってるっていう姿を見てるんで、まあここに来てまああと育成もちょっとありかなと考えてはいるんですけれども、まあ多分このまああと育てるよりも前に他の武器育てたいっていうところなんで、しばらくはパンドラックスで運用していく形になるかなと思いますね、自分は。はい。またどちらかというとブラッドペインの方がいいかもしれないですけれども、まあそこはもう、ちょっとまあ、闇レナに関してはちょっと武器不遇な気はしてますね。体験持たせられるんだったらもうまずロアプライド持たせてるんですけど、まあちょっと難しいかなというところですかね。はい。まあというところで、まあ今回は、おまけという感じで話させてもらったんですけれども、まあおまけの割には結構多くのキャラ喋ったかなと思います。まあ単純にここに水ギリゼット乗ってるんですけど、水ジャンヌと、花嫁カレンに関しても話したというところなんで、まあ結局8体分話しちゃいましたね。はい。まあというところで、どうだったでしょうか。でまあ武器について話させてもらったんですけれども、まあもちろん、まあ、皆さん使うキャラに関しては、まあ、今回紹介したキャラ以外のキャラも全然使われると思うんで、まあ、特にジャンヌとか、まあ、その辺のキャラも全然使われると思うんで、まあ、結構迷うかなと思います。はい。まあ、ということなんで、まあ、少女リゼットも使う人がいてくれたらいいなっていうところですよね。はい。まあ、自分なんか少女リゼット、まあ、絶対パーティーから外さないようなタイプなんですけれど、まあ、どうしても使ってる人見ないんで今回は紹介を、しなかったというところなんですけれども、まあ、もちろん、今回紹介したキャラ以外に使われてるキャラ全然いるかなと思いますので、まあもしこのキャラの武器知りたいとかあったら、聞いてもらってもいいかなとは思いますけれども、やっぱどうしても自分が使ってないキャラっていうのはどういう動きするかわからないところなんで、
まあ、武器に関してもちょっとそこは話しづらくなるかもしれないというところなんで、ご了承願いたいかなと思います。はい、でまあ多分今回の動画も結局8キャラ分話してたんで長くなったかなと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。まあ、どうしてもやっぱこういう解説系の動画になってしまうと、まあ、かなり長い時間話しちゃうっていうのが、まあ、自分のちょっと、まあ、長所であり短所であり短所であると思ってますので、まあ、今後ともですね、まあ、結構解説動画、やってもらいたいっていう、コメントとか来てはいるんですけれども、まあ長くなっちゃうんでやっぱり時間ある時しかこっちも撮れないというところなので、まあ今後もですね、まあなるべくいろんな人の意見には答えていきたいかなと思っていますけれども、まあどうしてもまあ忙しかったりする時もあるので、期待に応えられない時はどうしてもしょうがないというところなので、ご了承願いたいかなというふうに思います。はい、まあというところで、この動画が面白いと思いましたらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。